アーリントン軍はアメリカ合衆国バージニア州の軍である。ワシントン DC からポトマック川を西に渡った対岸に位置している。人口は2010年4月1日付国勢調査で20万7627人である。以前は首都であるコロンビア特別区の一部に含まれていたが、1846年7月9日、連邦議会の議決により、 バージニア州に返還されることとなった。その時から1920年3月16日まではアレクサンドリア軍と呼ばれていたが、衆議会の議決によりアーディントン軍へと名称が変更された。行政上はバージニア州の軍として成り立っているが、アメリカ合衆国統計局の統計上は、軍全域が国勢調査指定地域となっており、隣接するワシントン DC 及び、 アレクサンドリアと合わせてワシントン首都圏の一つの中心的都市として扱われている。面積は67平方キロメートルであり、自治権限を持ったアメリカの軍の中では最小である。アーリントンは2005年アメリカ足病治療協会によってアメリカの中で最も歩きやすい街の一つに数えられている。マネー氏によれば2006年において アーリントンの住民の35.7%が学位を有しており、最も教育の進んだ都市であるとされている。ビジネスウィーク市によれば、アーリントンの住民の多くが、連邦政府を含む安定性の高い仕事についており、不強化でも最も安全な都市であるとされている。他の5つの北バージニアの軍とともに、2006年において、アメリカで最も世帯収入の高い20の軍にランクイン。 している。アーリントンには、アーリントン国立墓地、ロナルド・レーガン・ワシントン・ナショナル空港、ペンタゴン、海兵隊戦争記念碑、アメリカ空軍記念碑などがある。バージニア州の市はすべて軍から独立していることから、アーリントン軍を市と呼ぶのは正確でない。アーリントン軍には、独立した町は存在しない。これは、バージニア州法で人口密度が1000人。 ミニを超える軍には新しい自治体を設立することができないとされているためである。軍庁所在地はアーリントンの国政調査指定地域であり、これはアーリントン軍の統計協会とも一致する。しかし、軍の裁判所及び多くの政府機関事務所はコートハウス地区に置かれている。アーリントン軍はバージニア植民地の時代に数回にわたって、 イギリスからカフされたバージニアの北の首と呼ばれる広大な領域の中にあった。土地のカフは多くは有力なイギリス人に対して政治的な恩恵としてあるいは開発の一環として行われた。カフを受けた者の,の中で最も有名なのが第6代フェアファクス・オブ・カメロン教トマス・フェアファクスであり、その名前は現在の北バージニアの多くの地名、とりわけ フェアファックス軍及び独立市であるフェアファックスに残っている。その他には、チャールズ2世が1673年、第2代カルペパー男爵、トマス・カルペパー及び初代アーリントン博、ヘンリー・ベネットに対して行ったカフが知られている。彼らの名前はいくつかの土地の名に残るとともに、カルペパー軍及びアーリントン軍の名前の起源となった。なお、 現在のアーリントン軍の名称は1920年の改名によるものである。17世紀のアーリントン博の名前はそのずっと前にバージニア州東海岸にあったプランテーションに付けられ、さらにその名にちなんでポトマック川の別のプランテーションがアーリントンと名付けられた。このポトマック川のプランテーションの大部分がアメリカ南北戦争を経てアーリントン国立墓地となった。 バージニア植民地時代には、この地域はフェアファックス軍の一部であったが、アメリカ独立後、新しい連邦政府からバージニア州に対し権利が認められた。1791年、連邦議会は合衆国の首都となるべき、連邦直轄地の範囲を一辺十マイル四方の正方形と定めた。これは合衆国憲法一条八節によって認められた。 最大限の面積であった。しかし、この境界を定めた法律では、ポトマック側のメリーランド州側以外で公共の建物を建てることを禁じていた。1791年から1792年にかけてアンドリュー・エリコット率いる調査チームによって、連邦直轄地の境界線が定められた。このチームは、 境界線に沿っておよそ1マイル沖に合計40個の境界石を設置した。そのうち14個がバージニア側に置かれ、その多くが現在も残っている。連邦議会は1801年にコロンビア特別区へ移転した際、コロンビア特別区基本法を制定し、特別区をポタマック側東岸のワシントン郡と西岸のアレクサンドリア軍に分けた。 アレクサンドリア軍には当時は大部分田舎であった現在のアーリントン軍とポトマック川に面した港町であるアレクサンドリア町が含まれていた。現在のアーリントン軍の1878年の地図。アレクサンドリア軍の住民は連邦の首都が置かれることによって土地が購入され商業が発展するものと期待していた。ところが実際にはアレクサンドリア軍は 首都ワシントン市に隣接する港町であり、ワシントン軍の一部であったジョージタウンと競合する立場に置かれた。連邦政府がアレクサンドリア軍内に事務所を設置することができなかった上、経済的に重要な意味を持つチェサピーク、オハイオ運河がポトマック川の北側を流れていることもジョージタウンに有利であったことから、アレクサンドリア軍の経済は停滞した。連邦政府によって、 アレクサンドリア運河が設営されることとなり、ジョージタウンの一部住民はこれに反対したが、結局チェサピーク、オハイオ運河とアレクサンドリア港が結ばれた。また、アレクサンドリア軍の住民は、コロンビア特別区の市民となったことによって、連邦議会への代表を有しないことになった。アレクサンドリア町は、当時、奴隷貿易の港、市場であった。しかし、首都では、 奴隷制度廃止運動が高揚し、アレクサンドリア住民は連邦政府が奴隷制度を禁止することになれば地域経済が打撃を受けることを恐れた。同時にバージニア州の中でも奴隷制度廃止運動が巻き起こり、この問題をめぐって衆議会は2分された。奴隷制度賛成派のバージニア州民はアレクサンドリア軍がバージニア州に返還されれば、 衆議会で賛成派の議席が2つ増えるであろうと考えた。主にこうした事情によってアレクサンドリア軍をコロンビア特別区から分離しようとする運動が盛り上がった。レファレンダムを経てアレクサンドリア軍の住民は連邦議会及びバージニア州議会に対し軍のバージニア州への返還を陳情した。その結果、1846年7月9日にアレクサンドリア軍は バージニア州へ返還された。1852年、アレクサンドリア軍の中から、アレクサンドリアの町が独立市として、独立、自治体化することになった。その結果、隣り合った軍と市が、いずれも、アレクサンドリアという名称を使っていることになり、混乱が生じた。これを受けて、1920年、アレクサンドリア軍は、アーリントン軍と改名した。 アメリカ合衆国統計局の統計によれば、アーリントン軍の総面積は67平方キロメートル、内12平方キロメートルが連邦政府の所有地である。北西にはフェアファクス軍と境を接し、南西から南にかけてはフォールズチャーチ、アレクサンドリアと境を接し、北と東はポトマック川を挟んでワシントン DC と接している。アーリントンは、 優れた都市計画で評価されている。30年以上にわたって、軍政府はワシントンメトロの駅やバージニア州道244号線を走るバス路線など交通機関の施設近くに開発を集中させるという政策を取ってきた。これらのエリア内では政府は商業、居住混在型の歩行者と公共交通機関を中心とした街づくりを 推し進めてきた。一方、エリア外では人口の増加を抑制する政策を取りながら例外として主要な幹線道路近くに大きなプロジェクトを建設した。ロズリン、コートハウス、クラレンドン、バージニアスクエア、ボールストンには東西に走るワシントンメトロのオレンジラインとシルバーラインが通っている。ロズリン、ペンタゴンシティ、クリスタルシティは 南北に走るブルーラインが通っている。アーリントン郡には1908年から1930年までの間、ポトマック町という自治体が存在した。しかし、1930年、同町は隣のアレクサンドリア市に九州合併され、亡くなった。ただ、行政単位としては亡くなったものの、旧ポトマック町は現在アレクサンドリア市の歴史的な街並みとして残っており、 1840エーカーの広さに690軒の建物が建っている。ポトマック町は1992年アメリカ合衆国国家歴史登録財に加えられた。旧ポトマック町の他にも現在のアレクサンドリア市を構成するいくつかの地域は長い間にアーリントン軍やフェアファックス軍から九州合併された土地である。一方、現アーリントン軍はべてが 元コロンビア特別区の一部であった土地である。このため、同軍はバージニア州の中で陸地面積の最も狭い軍であるとともに、バージニア州の中で州を一度離れて、再び戻った唯一の軍であるとされている。現在、アーリントン軍の中には自治体として独立した町は存在しない。ポトマック町成立後に制定されたバージニア州法により人口密度が1000人。 右を超える軍の中には新たに自治体を設立してはならないとされたためである。アーリントン国立墓地アーリントン国立墓地は南北戦争の間に建設されたアメリカ軍の墓地である。アメリカ連合国軍の将軍ロバート・ E リーの家、アーリントンハウスの敷地に作られた。ワシントン DC からポトマック川を渡ってすぐのところにあり、 ペンタゴンの北に位置する。30万人近くがここに埋葬されており、アメリカ国内で2番目に大きな国立墓地である。アーリントンハウスは、ジョージ・ワシントンの次孫、ジョージ・ワシントン・パーク・カスティスが1817年に建てた建物であり、カスティス家がバージニア州東岸に有していた農場の名前に、ちなんで名付けられた。リーは、カスティスの娘と結婚し、 カスティス家と共にアーリーントンハウスに住むようになった。海兵隊戦争記念碑カスティスは、1857年に亡くなった時、アーリーントンハウスの財産を娘に、そして娘の死後はその長男ジョージワシントンカスティス、リーに残す旨遺言した。アメリカ合衆国政府は、南北戦争の途中、アーリーントンハウス及び200エーカ館ーの土地をリー夫人から没収した。そして、 1864年6月15日、この土地を国立墓地として指定した。この土地の所有権をめぐっては長い間法廷で争われ、1882年、連邦最高裁判所に持ち込まれることとなった。連邦最高裁は財産がリー家に帰属する旨の判断を示した。そのため、連邦議会はリー家からこの土地を購入するため15万ドルを当てた。 アメリカ独立戦争からアフガニスタン紛争、イラク戦争に至るまで、あらゆる戦争に従軍した、退役軍人たちがここに埋葬されている。南北戦争以前の死者は、1900年以降、再埋葬された。無名戦士の墓は、ワシントン DC を見下ろすことのできる丘の上にある。ジョン・カイ・ケネディ大統領も、妻のジャクリーン・ケネディ・オナシス及び何人かの子供たちと、共に、 国立墓地に埋葬されている。墓には永遠の炎が灯っている。彼の弟、ロバート・ケネディもその近くに眠っている。その他にこの墓地に埋葬されている大統領は、連邦最高裁裁判官も務めたウィリアム・タフトだけである。墓地の近くにある有名な場所に、海兵隊戦争記念碑、女性軍人記念館、オランダの鐘、米軍フォート・マイヤー基地がある。 ペンタゴン。北東方向に、ポトマック川、そしてワシントン記念塔が見える。アーリントン郡にあるペンタゴンは、アメリカ合衆国国防総省の本部である。1943年1月15日に開かれ、世界で最大のオフィスビルディングである。建物は五角形をしており、2万3000人の軍人、及び民間職員、3000人の非防衛部門の補助職員を収容する。 5階建てで各階には環状につながった5本の廊下がある。主な警察部門は合衆国ペンタゴン警察であり、これはペンタゴンの他に首都圏にある他の様々な国防総省の管轄区域を守っている。第二次世界大戦の初期に建てられたが、現在でも世界で最も効率性の高いオフィスビルディングの一つであると考えられている。 廊下の全長は2 8トルもあるが、建物内のどの2点を歩いて移動するのにも最高で7分しかかからない。以下に、アーリントン軍における1890年から2010年までの人口推移を表及びグラフで示す。アマゾンは第2本社として、ニューヨークと合わせてアーリントン軍を選定した。US エアウェイズはアーリントン群に本社を置いていたが、 アメリカウエスト航空と統合後、本社をアリゾナ州天日に移転した。ワシントンメトロのオレンジ、ブルー、イエローラインや、近郊線のバージニアレールウェイエクスプレスが通っている。ナショナル空港アーリントン郡内にある、ロナルド・レーガン・ワシントンナショナル空港は、ワシントン DC 市内から最も近い空港である。ありがとうございます。